おはようございます。私はベトナム人から来ましたジュンと申します。よろしくお願いいたします。今日はインタビューさせていただいて本当にありがとうございました。ちょっと緊張しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、私は去年の10月日本に来て、ビジネスクラスに勉強して今まで9ヶ月ぐらい日本でいました。なんかビジネスクラスはなんか入る理由は私はもともと昔は日本語を勉強しましたけど、でもなんか卒業した後で日本語あまり利用しなくて先生忘れちゃったんです。それでなんか仕事の中に日本語が必要であり、なんか特に敬語がなんか取引先と敬語がとても必要なので、でも私なんかとても下手なので、ビジネス日本語ビジネス勉強しようと思って、それでビジネスクラスに入りました。ビジネスのクラスで先生たちはとても熱心に教えていただいて、いろいろなことを勉強できました。クラスの中に皆さんも楽しいです。皆さんもなんか楽しく一緒に勉強して、なんか経営を勉強したり見学したり、なんかいろいろなビジネス場面について、勉強しました。とても役立つと思います。私も会社で会社で研修するときはなんかいつも日本語を使うことが必要ですけれども、私は最初日本に最初来た時は敬語は全然できなかった。もちろん昔に敬語を勉強しましたけど、3級の時勉強しましたけど、でもその時はなんか全然利用できなくて、でもビジネスクラスに入って先生から教えていただいて、敬語を使い方はだんだん増え上手になって、それイメールにもっと自信に なると思います。取り先人たちとなんかイメールをしながら敬語を使ったり、ビジネスモデルをで、書いたり、なんかなんか勉強したことを生かすことができました。それで、本当に楽しかった勉強です。勉強するときは就職ことについてよく悩んでいました。日本で就職することがとても難しいと言われましたけど、信頼していました。でもなんか先生のアドバイスをいただいて諦められなくて、一生懸命就職活動を参加しました。説明会に参加しながら面接をやってみたり、いろいろな活動をやりました。それ結局ラッキー として私はなんか声優会社ウォルマット、アメリカのウォルマット会社にご採用いただきました。本当に嬉しかったです。皆さんはもしなんか自信を出して、一生懸命頑張ってぜひ成功になると思います。日本に来て目標は日本に長い年間、何年間、10年間ぐらいいたいのですけれども、それで日本で就職して、ずっと何年間に働いて、マネージャーとして、なんかマネージャーになることを目指して頑張りたいと思います。実際は私の日本語があまり上手ではないんですけれども、でもクラスに入って先生たちを教えていただいて、だんだん日本語がアップ向上できました。本当に助かりました。
それ皆さんはいた皆さんにいたことは勉強するときは皆さん興味を持って一生懸命頑張って先生たちと相談して何か困っていることを相談して自分の目標を目指して頑張ったらぜひ成功になると思います。皆さん一緒に頑張りましょう。はい、どうもありがとうございました。